こんにちは、有野です。もう2020年も終わろうとしてるんですけど、2020年買って良かったものベスト9をご紹介したいと思います。ベスト9って言うんですけど、3つのシリーズに分けて1つのカテゴリーに対して3つずつこうご紹介していきたいなと思っています。1つ目、使わないと始まらないヘビーユースシリーズ。2つ目がキッチンに立ちたくなる、何かと助かるよねシリーズ。3つ目、ただそこにあるだけでいいお気に入りシリーズ、という3つのこうカテゴリーでご紹介していきたいと思います。じゃあ早速1つ目から、使わないと始まらないヘビーユースシリーズ、毎日だったり、毎日じゃなくても、週に何回とか定期的にずっと今も使っているものっていうのを紹介します。で、1つ目がドン、コーヒーセットです。これブルーボトルコーヒーのドリッパー、これもね、キントのカラフェなんですけど、これも実はブルーボトルコーヒーのものです。トールビーカー、これはニトリのドリップポット、週に半分くらいはこれ使ってコーヒー入れております。ブルーボトルコーヒーのものはここですね、マグカップ、大きいやつです。ブルーボトルコーヒーのこのデザインがあまりにもミニマルで、それがすごい好きです。とにかく美しくて、あとこうちょっと愛着の湧く人たちになったので、よく使っています。このカラフェをティーポットのようにしても使っています。この茶こしも今年買ったんですけど、お茶っ葉入れて、でお湯入れて、時間経ったらさーっと入れるみたいな感じで、こう飲むものに関してはこれ全部使っちゃっています。1台3役ぐらいっていう愛用品です。ヘビーユースシリーズ2つ目はせーのドン、はい、こちらがバーミキュラのお鍋になります。バーミキュラのお鍋18センチになります。今までも動画にも出てきたんですけど、とにかくご飯が美味しいです。もともと炊飯器持ってたんですけど、炊飯器も手放すようになりました。あとね、こうじっくりコトコトする料理に向いてるので、 IH ともこう相性がいいなと、そのように思っています。芋のホーロー鍋ってストーブさんとかルクルーゼとかあると思うんですけど、バーミキュラのお鍋いいよっていう理由の一つに、これホーローの塗り直しができるんですよね。使って焦げついちゃったりとか、あと金属ベラとかでやって傷ついちゃったりとかした時に、ホーロー塗り替えるのと一緒に周りの色も変えてもらうっていう、少しこうお金がかかっちゃったりとかするんですけど、でもまるまる1個買い替えるよりはもちろん全然安いですし、色を変えたりもすることもできて、そういう楽しいこともできてしまうので、こうサティスナブルなお鍋になっていて、すごくいいんじゃないかなと思います。なので、こう美味しいご飯が食べたいぞって人だったり、なんかちょっと積極的にエコ活動したいぞっていう人だったり、とても、おすすめできるお鍋じゃないかなと思います。で、ちょっと余談になっちゃうんですけど、ストーブとバーミキュラとなんかどういう違いがあるのっていう疑問とか湧いたりしませんかね。私はこう日本製のこうバーミキュラのお鍋応援したいなっていう思いもあったので、これにしたんですけど、大枠で考えたら芋のホーロー鍋としての特性は大差はないかなって思うんです。ただこだわってるところがそれぞれメーカーによって違くって、料理の仕方も変わってくるんじゃないかなと思います。で、その料理の仕方の代表的なのは炊飯、ご飯炊くことなんですけど、ストーブのお鍋でご飯を炊く時っていうのは、蓋を開けて水とお米入れるじゃないですか。で、中火から強火でこうまず沸騰させますと、ボコボコって沸騰させて、ひと混ぜしてから蓋を閉めて、で弱火にすると、それで炊き上がったら美味しいご飯ができましたっていうのがストーブの炊飯の仕方。一方でこのバーミキュラのお鍋の場合は、まず米とお水を入れたら蓋をして火をかけて中火から強火、それでプクプク沸騰してきたら火を弱火にして、そのまんまっていう。で、私最初そういうのがよく分からなくて、このバーミキュラのお鍋でストーブで炊くように蓋を開けて沸騰させて、それで閉めるっていう、そういう方法でご飯炊いてたんですけど、なんかうまく炊けなくて、
バーミキューがみんな美味しく炊けるっていうのになんで炊けないんだろうって思ったら、そこの違いだったんですね。なので同じ芋のホーロー鍋って一言で言ってもやっぱりそれぞれのこうお鍋に合った使い方っていうのがあるので、一概にこう比較するのは難しいのかなと思ってます。ただこのお鍋、日本の職人さんのこだわりが敷き詰められたお鍋だなと思うので、私はすごく好きです。美味しいご飯食べたい人はぜひこのお鍋買ってください。比べてはいないですけど、ストーブよりきっと美味しいご飯を提供してくれるのではないかと思っています。では次ですね、ヘビーユースシリーズの3つ目はこちらになります。せーの、はい、こちらハイスツールになります。キッチンツールではないんですけど、私はこれをキッチンで使っています。シンク周りで自分の身長を低くするために使っています。でどういうことってこう思うかもしれないんですけど、こう私身長175センチあるんですね。結構こうシンクがねこう低かったりとかしませんか？こう低いシンクで洗い物をしたりとか、こう包丁でトントントンって切ったりとか、結構ね腰が痛くなるんですよ、特に洗い物。自分の身長を低くして腰痛対策をするためにこのスツールを買いました。キッチンに出すと腰が痛くなるな、シンクが低いところにあるなって思う人にはとてもおすすめするこのスツールです。はい、はい、では次は、何かと助かるよねシリーズ、料理するときに作業がはかどるものっていうものを3つご紹介しようと思います。別名で言うんだったらこれ A でシリーズ、1つ目はせーのこちら、はい、これねパンチングのザルになります。もともとこれ私が持っていたボールで、これパール金属さんのものなんですけど、あのちょうど私が持っていたこのボールにどうもこれとぴったり合いそうだったんです。試しに1つ買ってみたらちょうどねぴったりサイズがあったので、もう1つ買うようになりました。私は主にお米を研ぐ時にあのこの中でお米を研ぐように、それをメインにして使っています。この普通のザルじゃなくてパンチングにした理由なんですけど、こっちの方がより衛生的に使えるんじゃないかなと思って、パンチングの方にこう変えました。あとはですね、これやっぱり見てて美しい普通のザルもいいんですけど、これ見てて美しいです。それがすごく好きです。で衛生面に気を使ったりとか、あとはこういやかっこいいねってちょっとテンションを上げて料理がしたい人、お料理したい人にこういうのおすすめです。バットの7点セットということで購入しました。本体が3つと蓋が3つとザル、これ一番いいなって思うのはやっぱり蓋があるところで、例えばこう夜のうちにお肉の肉巻きとか巻いてポンポンポンって並べといて、で蓋をして次の日の朝ただ焼くだけっていうとお弁当にも持っていきやすかったりとか、使いたいなとそのように思っています。じゃあ次に行きましょう。せーの、ドン。キッチンスポンジになります。私もともと無印のキッチンスポンジ買ってたんですけど、無印良品のキッチンスポンジより私はこっちが優秀だと思う理由、無印のキッチンスポンジって白くて美しいんですけどすぐ黄ばむ、ずっと使ってるとこうベロンベロンになっちゃう毛玉みたいな、その辺が実は使いにくいんじゃないかって思ってローソンにありました。ほとんど本当無印と同じような形なんですけど、スポンジの破けとかあと毛玉については無印のものより長持ちするなって思います。ローソンは本当生活圏内にどこにでもあるので、こう買いたいって思った時にすぐに行けるっていうのが私は気に入っています。おすすめです。じゃあ最後のシリーズになりました。こう私のお気に入りシリーズ、これはやっぱり好きなだけあってすごくワクワクしています。では一つ目からいきましょう。せーの、ドン。このグラスになります。ボデガと言います。これ美しくないですか？ちょっとガラスが薄めなんですよ。これくらいとか飲み物入れてカランカランみたいなって思って、ただ私これ買ったの11月の初めだったので、あんまりこれまだ使えてないんですけど、来年の夏がすごく楽しみでございます。じゃあ次に行きますね。せーの、ドン。鉄瓶です。これもねなんかとにかく美しい、こう家にある唯一のフル道具
になります。これも本当に見てるだけで幸せになる鉄瓶です。すごく美しい。これ紹介してる動画よろしければ見てみてください。はい、最後の最後、せーのドン。お、軽くなった。軽くなりました。これね、白木のお弁当箱になります。お重みたいな感じですごく可愛いですよね。とにかく美しいんです。この作りを一つ一つ見てみると、継ぎ目とかもすごく丁寧に処理されていて、日本万歳って思います。あとは開けた時に杉の香りがすごく癒される。杉の香りがすごく癒されます。吸湿作用があるのでご飯もすごく美味しいし、あとはちょっと盲点なんですけど、木のお弁当箱ってあれ今日お弁当持ってきてたんだっけって思うくらいに、実はこれ結構軽いんですよね。本当にすごく軽いので、お弁当持ってく人にはすごくいいんじゃないかなと思います。白木のお弁当箱、まあ美しいしご飯美味しいし軽いし結構いいことずくめなんですけど、ちょっと手入れが面倒じゃないかって考えてる人も多いかなって思うんですけど、このチャンネル鉄のフライパンのチャンネルじゃないですか。鉄が好きな皆さん、お手入れ簡単だと思います。あんまり洗剤は使わないようにして、でもしっかり取るべきものは取って、そして乾かすと。それ同じ工程です、鉄のフライパンと。だけど鉄のフライパンのように火にかけてしまうとこれ燃えてしまうので、火にはかけないで自然乾燥をするようにしてください。しっかり布巾でね、水分取ってから乾燥させる。ふるさと納税の返礼品としていただいたので、ね、この時期もう最後の最後で、それでもふるさと納税ちょっと納税額が余っていて何に使おうかなって考えてたっていう方、ぜひ検討されてみてください。ということで今日は2020年買ってよかったものベスト9ということで、紹介させていただきました。はい、2020年3月から動画を上げるようになったんですけど、私自身もこうやってこう人に見られるこう立場で料理するっていうのがなかなかないじゃないですか。そういう環境でこう料理をすることで、すごく自分自身も成長させてもらってるなっていうのもあるので、引き続きお付き合いいただけるとすごく嬉しいです。チャンネル登録してくださって、いつも応援してくださっている方ありがとうございます。2020年も2021年も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。